しげしげチャンネル。どうも、しげしげです。本日も無課金サブサブ赤コラボ禁止しげドラやっていきましょうということで、本日は新しいパーティーを組んできたので見ていただきたい。はい、神父パネラパーティーですね。神父って僕勘違いしてたんですけど、新郎が男か、神父が男でってことはパネラ男なんじゃねみたいなのを前回の動画で言ったんですけど、神父も女性でしたね。はい、パネラさんは女性でしたね。よかったよかった。はい、ということで、まあ、パネラパーティーなんですけども、リーダースキルバランスタイプの全パラ2倍、4色以上同時攻撃で攻撃8倍の回復力2倍で操作時間8秒固定なので、まあ劣化とかを視野に入れると結構ありよりのありなリーダーです。はい、でまあここにこれは上杉か、上杉の武器アシストしたりして、こんな感じで大切見ながらで、まあオリアバランスタイプ持ってます。グレモリバランスタイプ持ってます。まあ追撃枠ですね。でイザナギ、これもねたまたまねちょうどよく引けたんですよ。はい、これがまあ3ターンで打てるエンハンス役としてなかなか優秀です。まあ超転生待ちになっちゃうので、一旦限界突破させずにでいいかな。ちょっと育成のコストもかかっちゃうので超転生待ちですね。はい、一旦転生で使っていきます。転生で限界突破させずに使っていきます。でリーチもバランスタイプを持っていると。でキラーがっつりで、まああのね無効貫通には対応してなくて、それでいうとここのオリアの枠にまあアキネとかが入れば一番理想的かなと思います。はい、でフレンドさんをバレンタインイデアルにするととてもいい感じのパーティーで使うことができます。パネラね。はい、なんでまあ今日はこのパーティーを使ってちょっと試運転していくんですけども、聴覚性、パネラの聴覚性つけようじゃないかということで、まあコンボ強化かな、3択なんですけど、超コンボ強化はなかなか発動はしづらいので、コンボ強化一発でお願いします。よろしくお願いします。コンボ強化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 強化やるじゃないか。ということで本日はテクニカルダンジョンの続き、まあ闘技場2ですね。本当は劣化行きたかったんですけど、まだこうね順番に行きましょう。闘技場2やってないから、闘技場3も出てないし劣化も出てないってことで、はい、2からやっていきます。で覚醒無効オリアで使えるし、グレモリーで使えるってことで、フレンドさんね、イデアル温存して、あでも闘技場2って無効いらないか、まあいいや、イデアルは温存してこの無効貫通のスキル使わせていただきたいと思います。では行きましょう。覚醒バッジ HP バッジですね。指にする必要ないので HP バッジなんですけど、これで193847を持ちながら、イデアルの方で軽減があって2コンボ加算があって、でパネラの方で回復力が2倍になってるっていう、なかなかじゃないですか。結構いい相性で、まあ操作時間がねちょっと意識しないと大変だよっていうところはありますけど、8秒固定で落ち込んなしってことで、まあなかなかいいパーティー組めてるのかなって思います。あとは本当にオリアのところを何か無効貫通キャラが手に入ればねいいんだけどね。そのシゲパズの時も吸収無効のキャラがずっと手に入んなかった時があったんですけど、まあそういう時みたいにねハマってしまうと手に入らないので、特にガチャの引ける回数も限られてますし、うん、だから今後はちょっと石の使い方、これまではあんまり考えずに目先のガチャに突っ込んできましたが、無効貫通スキルのキャラがピックアップされてる時に結構使った方がいいのかもしれないですね。イザナギのところに泡小泉ついてるかバインドみんな効きません。よし、バイ、バトル4、4色あるね。4色ないとまあ軽減もかけられなくなってくるっていう、そこだけかな。まあでも素で19万あるからね、軽減かけられなくても多少受けれると思う。割合だけ怖いか。 OK、 まあ最悪ね、そのあこれオリア使っちゃおうかな。オラクルライト溜まっても3色陣だし、あいいわ。こういうさ軽い吸収無効のスキルは非常に優秀ですね。はい、こんなんで、あ水がっつり繋がってた。
あ、でも意外と10コンボ行くからさ、カメラ超コンボ強化ありなのかもしれない。いやでもな、まあいっか、小学生の厳選はやってる余裕ないわ。全然プラスないんで本当に。大丈夫ですね、行きましょう。まあ今更闘技場2ですよ、今更ですよ。もう昔のダンジョンなんで、もうこのままストレートで勝ちましょう。で、パネラが2ターンダメージ吸収無効もついてるから、まあ異形もいけるんじゃないかな、わかんないけど。まあそれこそあれか、あ、無効貫通をどうするのか問題、そこが解決できれば結構ね、メノアアルジェカリに使っていけるかなって思ってます。まあどっちもどっちですよね、結局。でも裏裂解とかを考え始めると、もうその話からなるんですけど、裏裂解の話を考え始めると、まああのマイネクロネのムーブとかは絶対こっちの方が受けやすいじゃないですか。マイネクロネのムーブが何かっていうと、マイネが出てきた時に倒した後に喋るんですよ、あの人。根性ないくせに、根性ついてないくせに、根性ないくせにはちょっと悪口だな。そう、根性ついてないくせに喋ってくるんですよ。その喋ることによってリーダースキルのね、軽減が剥がれちゃうんです。そう、それでその後さらに10万ちょっとの先制攻撃を、クロネが打ってくるっていう地獄のようなムーブなんですけど、まあそれも HP19 万あれば耐えれますから、そのね、メノワールジェのリーダーフェの激減、それが剥がされちゃっても大丈夫っていう。今日も猫ちゃんが元気です。我が家は今日も元気です。ドッタンバッタン大騒ぎです。さあやっていきましょう。あ、リーチがもう溜まっちゃうな。溜まったところでしょうもない、しょうもないって言ったら武田に失礼だ。使っていこう。あ、カオティックコールも溜まっちゃったな。いろいろ溜まっていくな。とりあえずリーチェ使って、この次カオティックコールでも打とうか。一応覚醒回復は欲しいからね。で、オリアまた帰ってきた。すごいな、オリアも全然ありだな。どうすればいいんだろう。入れたいキャラが多すぎる。あ、一旦ここ打っとこうか。19万あれば倒せなくても耐えれるっしょ。19万だもん。さあ行け、抜いてもいいよ、気合で。ええ話、無理だね、知ってた。 OK、 色はある、よいしょ。いや、さっきまで暴れてた猫ちゃんが急におとなしくなると逆に不安になる、心配になる、なんかあったんじゃないかってなってしまう。過保護な感じ、急におとなしくなる。あ、でも猫ちゃんってマジでね、マジで気まぐれなんですよ。そこがたまんないんですけどね、本当に。さっきまで餌欲しがってたやんって思って餌を、違う、餌を入れたらさっきまでめちゃくちゃ欲しがってたのに、なんか急にもう、今さら餌入れられてもいらないんですけどみたいな感じで見られることもあるんですよ。そういうところが可愛い、もう娘のようですよ。絶対さ、今期遅れるよね、この神父パネラを使いながらする話じゃないと思うんですけど、なんかもう今期ね、まあやめましょうこの話は。応援してください、応援よろしくお願いします。さあ3ターンのリラチェンですが、リーチェとイデアルそもそも相性抜群なんで、むしろゆっくりパズルもできるし強いまである。だったら最初からイデアルリーダーでいいんじゃねっていうコメントはご遠慮ください。これはあくまでも劣化を想定してます。劣化を、あれ、1回を想定するならそれこそね、無効貫通の枠がちょっとあれですけど、根性があるなぁ。根性、グレモリーがあと5で溜まればいいんだけれども、
向こう貫通いらないか、いらないと思うな。撃っちゃおうかな。闘技場2はレーダードローもまだ出ないっしょ。あれ、うん、出なかったと思うな。しかも回復めっちゃ作ってくれた天才だわ。このバレンタインイデアル天才だわ。そう、それで言うと、シゲドラとフレンドの方、ぜひバレンタインイデアルお持ちでしたら、ぜひ出してください。よろしくお願いします。メノアアルジェのワンパターンになってきていたところにこのキャラなんで、ちょっとね、しばらくはこっちを使っていきたいかなとも思ってます。まあそれで言うと、本当にその2個目のパーティー、あ、全然色がなかった。2個目のパーティーが完成するくらい、こうボックスも潤ってきたといいますか、もうシゲパズは第2ステージに進んでるわけですよ。あっという間ですね。この動画は34本目かな。34本で2つ目の強そうなパーティーが完成するまでになりました。まあでも結構コメントとかで、おーっと、あ、オリアいるわ。コメントとかで、一緒に始めましたけど、もう、レッカイまでクリアしました。コメントあるんですけど、それはもう本当に心からおめでとうございますって思ってるんですけど、僕は一応、3端末ありましてですね、そんなにこれ1本になってるわけではないので、まあね、負けず嫌いなところあるんで、ちょっとまあ、その3端末やってる人と、比べるのはちょっと、どうかなって思いますよ。嘘です。心からおめでとうございます。僕ももっと気合を入れて、このアカウントもとっととランク戦にしたいですね。ランク戦になった暁には一人で3人マルチします。一人で3人ワイワイ、面白いだろうな。それ30秒制限があるからさ、こうやって端末1個ずつ持ち帰って持ち帰って持ち帰って。おー先生、あ、余裕。行きましょう。そして猫ちゃんの鈴の音が聞こえた。無事だったか。さあ行け。溜まっちゃ、あ、大丈夫か。むしろこっちが溜まってるわ。あ、もうボスだし。ヒドロップスがないけど、それ以外はあるので、ワンパンいけんのかな。ヒドロップなしってことは、バレンタインでは攻撃には参加できませんが、まあ、光あるしな。まあ、こんなんで、どうでしょうか。円運び、パンパン。ああ、行くわ。全然行くわ。よし、完璧です。まあ、試運転としてね、闘技場2ではありますが、難なく。難なく勝利することができました。まあ、パズル時間も8秒だし、まあ、8秒って言ったらね、僕はミッキー&フレンズで結構劣化やってた時期もあったので、まあ割かしそんな問題なく組めるのかなと思いました。はい、これガードブレイクでぶち抜いて、そう、ガードブレイク持ってるっていうのも素晴らしいよね、パネがね。はい、そんな感じで無事クリア、ありがとうございます。やるじゃないか。はい、でテクニカルダンジョンの進捗なんですけれども、まあこの辺は、前回の動画でも言った通り裏で進めておこうかなっていうやつです。この超極限ドラゴンラッシュの壊滅級だけなんか挑んだ記憶がないというか、ちょっと難しそうな匂いが漂ってくるので、ここは動画にしようと思っております。そんな感じで、今回2クリアしたので次3で劣界、あ、三振か、三振があって劣界か、そうだね、三振忘れてたわ。はい、そんな感じでどんどん進めていきたいと思っておりますので、ぜひ応援よろしくお願いします。ということで本日は以上です。さよなら。